ローボシャップマニアは日本のネオアコバンド。1995年、高校の同級生だった、利根川隆之と、マナベタ大学の先輩である阿部の3人で結成。1997年、ロボスライスで LD& k レコーズからインディーズデビュー。翌1998年12月には、スマイルシャインでトイズファクトリーからメジャーデビューし、 メジャーリリースを2001年まで続けた。その後学生時代から演劇を並行していた真べが2002年に俳優在理し演出家に転じたため、以降の活動については事実上停止している。j ウィット・スマイルシャインジャスラック2 0 2 0年7月14日閲覧。ABC. 下北沢ガレージ過去のライブスケジュール。 下北沢ガレージ2019年12月16日閲覧ヒストリー過去のスケジュールオーガスト1998クラブ家2019年12月11日閲覧1999年12月新宿ロフトロフトアーカイブス2020年1月28日閲覧ヒストリー過去のスケジュールエープリル2000 クラブ家2019年12月16日閲覧2000年4月新宿ロフトロフトアーカイブス2020年1月28日閲覧ヒストリー過去のスケジュールジュライ2000クラブ家2020年1月28日閲覧2001年8月新宿ロフトロフトアーカイブス2020年1月28日閲覧ありがとうございます